始まったよ。じゃあ SNS でお知らせしますね。始まりましたって。こんばんは。あ、なるほどね。今日はポンポンプリンの日だからご挨拶で黄色いクマ。ワンダレーさんありがとう。クマクマ。もちろんポムポムプリンくんもいます。こんばんポンポン、ありがとうございます。すごいラブレターめっちゃ来てる。ありがとう。カマん、カマタニアイさんもありがとう。ポンポムさんパイセンだよ。みんなももうお仕事終わって帰ってきた頃ですか。こんばんは。かわいいよねポンポム。うん、結婚、結婚だぞ。あら、お仕事先からありがとうございます。大変じゃん。まだまだお仕事してるの。頑張ってるね。蔵之介さんもありがとう。クマ、黄色いクマもよかったら、認証大丈夫そうだったらそっちも選んでみてください。エスキーグマ集めてます。なんかエスキーグマでランキング1位になったらそれはそれでロケ行けるらしい。トロネオさんありがとう。それにね、後から気づいた。結婚ストーリーでも告知しよう。あ、3位じゃん。え、落ちてないランキング。そんな、すごい。整骨院からお帰り、こんばんは。結婚だ。うん、たけしさんもありがとう。くまちゃん、ふんふん。あ、そうでもってね、ポムポムといえばポムポムプリンですけど、このチャーミングなお尻が私は大好きなんですけど、ポムポムプリンになれるアイテムもありまして、私ピューロランドにね行ったのよ最近。じゃーん、じゃーん、プリンかも乗ってる。でもこの子ちょっと立ち上がらないんですけど、あいにく。はい、カチューシャを持ってきました、まあ、家にあるんですけど、例のカチューシャです。かわいい。なんで夜はちょっとポムポムデーなので、ポムポム。ともふみじょうさんありがとう。くまちゃん、そう、ポムポムにポムポムがこうポムポムするっていう、こういう現象もあるんですけど、そう、可愛くない？カチューシャつけちゃおっかな。せっかくなんで。蔵之介さんもありがとう。クマ、エタさんもありがとう。黄色クマだ。高田山さんもありがとう。あ、こっちのポンポンはね、耳がねすごい元気なんですよ。可愛くない？サニオ大好き、いいね。ポムポムちゃんになろっかな、そろそろ。そう、ちょっと耳が、こっちのポムポムちゃん耳がねふかふか仕様なんですけど、こっちはちょっと重みがあって動くとね揺れるの。清十郎さんもありがとう。黄色クマ、トトマルさんもありがとう。ペックルはいないな。いい、ラブレターありがとうね。こういう結婚してが使えるのは、私と結婚できるのは土曜日までだから今のうちね。ありがとう。ジュ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 ディーン。ということで今日はダブルポムポムで夜はお送りします。ダブルポム、ここにね入ってんの、サンリオのダブルポムポムです。
どうも。かわいい。かわいくない？ダブルポムポムです。やん、結婚しちゃう。あ、そうじゃない。ギャワいいでしょ。ギャワいい。スクショタイムや。トムさん、こんばんは。あ、花丸おばけちゃんかわいいよね。私、花丸おばけちゃん、今、前髪ピンで使ってます。365日の紙飛行機好き。嬉しい。圧倒的ポムカム大優勝。だって。ありがとう。語呂がいいね。鎌田さん優勝って。尊いとか、嬉しい。みっちーさんも、くもありがとう。ありがとう。ポン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 。はじめまして、今日はポムポム仕様です。優勝してる？ 嬉しい。わ、かえさん、くま10くまありがとう。くま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 、ありがとうございます。こんばんは。可愛いでしょ、ポムポムくん。そう、チューって。こんばんは。お腹がポムポムなんだ。こういうこと。ふかふかなんです、ポムポム。本当に今年はね、ポンポムは2位でしたけど、私も2位以内に入りたいな。そしたらドラマ確実に出れるんですって。たかしさん、ありがとう。くまちゃん、クマ。カレーいいな、夕ご飯。雪だるまさん結婚。ポンポンプリン。かわいいでしょ。え、アイコン、ユーザー名にプリン入ってる人来てる。嬉しい。今日はポンポムプリン仕様です。Thank you。すごい、なんかいきなり星みたいなやつの数値がバカ上がった。ポムポム効果だ。ありがとう、プリンくん。いや、ポムポム先輩。ポムポムの方が芸歴長いんですよ、私よりはるかに。ありがとう。年齢は同い年ぐらいなんですけど、芸歴はるかに長いので、朝の配信でポムポムは先輩っていう概念が生まれました。しましまさんもありがとう。くまかける3。結婚だな。結婚しようって。前出てる。ありがとう。そう、ポムポム、ポムポムのポムポムニキ。トールさん、ありがとう。くまちゃん、そう、ポムニキなんです。なんかプリンニキかな、どっちだろう。ポムポム兄さん、ポムポムさん、ポムニキ、プリンニキ、プリン兄さん、なんだろう。最北のエージェントさん、ありがとう。くま3匹。流れ星もすごい綺麗に。え、何がいいかな？プリンニキ？舐めすぎ？かべさん、ありがとう。くまちゃん。今1位、くらのすけさんだ。2位、せいじろうさん。3位、のぶりんさん。ありがとうねー。嬉しいよ。超かわいいよって。台湾だって。ゆうゆう、ありがとう。台湾行きたいなー。マジで行きたい。いつも台湾の飛行機とか調べてる。 あわよくば行けないかなって。よくなんか遠出する飛行機とか、新幹線とか見てます。実は意外といけないんですけどね。あーって。あら、2位になった。やったー。ありがとう、ポムポム。ポムポムニキ、ありがとう。千葉のヤナさん、ありがとう。くまちゃん2位。いい。ゆきさん、ありがとう。くまちゃん、ありがとう。やったー、にーにーにー。
ポムポムちゃんも2位だったもんね。頑張ろうね。でもポムポムに聞かな。ともやんありがとう。あ、清十郎さんもクマだ。ありがとう。まるさんもありがとう。プリン系は超可愛いって。ポムポムさんだぞ。ポムポムさんは鬼の芸歴の長さなんだ。Sさんもありがとう、クマ。そう、ポムポムニキです。キリッとしとこ、ポムポムニキそう、かわいいよね。なんで今日はプリンクンデーです。でね、今日この後ね、あの8時半までやった後に10時半から11時半で配信があるんですけど、あのプリン買っといたら一緒に食べましょう。プリン、そう、私も今日買って帰ってきたんですよ。わ、アダミンさん、クーマクーマクーマありがとう。クーマー、そう、ちょっとこんだけプリンプリンって言ってたらプリンを食べたくなっちゃったので、プリンをコンビニで私は買ってきました。なのでぜひ夜10時半から11時半なんで、この後の配信、お仕事帰り見れるよって方とか、この空いた時間にお風呂入ったり、こう用事済ませるよって人たちは、間にプリンを手に取ってもらえたら嬉しいです。夜配信はプリン食べましょう。うん、何プリンでもいいよ、抹茶プリンでもいいよエイさんありがとう、くまちゃん。そう、ちょっといいプリン買おうかなとか思ったんですけど、意外とね、帰りがちょっと遅くなっちゃったんで、バタバタしながら帰ってきて、あのリッチプリンは諦めました。結婚だな。ねえ、私プッチンプリンね、食べれないんだよなそう、卵が多いプリンが好きです。ぜひ今ならデパ地下も間に合う。いってらっしゃい。ゼリーでもいいよ、なんか一緒に乾杯みたいなしましょ。私ね、なんかどっちにしようって悩んで、結果まあ日持ちする人もて2個プリン買っちゃいました。そう、ちょっとまたプリン語りは後でしよっかな。こんばんは、ありがとう。なんで次の配信はぜひプリンを片手に取ってしましょう。でプリンくんの前で食べます。おいしいよ。でもプリンくんね、プリンなのよ本当に。見て、めっちゃプリンじゃない、このタグのプリンくん。心配になるぐらいプリンなの。ほら、すごくない？毎日とも食いえぐいこんばんは。なんで今日のこの後の配信はプリンを食べます。楽しみに待ってます。先輩に敬意を払って、ポムポム先輩への敬意を払ってプリンを食べたいと思います。おー、すごい、1位までカウントされてる。そうだね、あれだ、1位になって美味しく食べれたらいいね。イエーイ、楽しみだね。ありがとうございます。で、なんかさっきそのポムポムくんのね、 X アカウントがあるんですよ。実は知ってた？あるので、なんか結構ちゃんと更新してて、本当にちゃんと更新してるの。なんでなんかその中でポムポムプリンの絵描き歌っていうのがあって、そう、もうちょっと例でちゃんと書いてくれちゃってるんで、絵描き歌だけ聞いて書くことが、予想しながら書くとかできないんですけど、そう、せっかくだから公式がね、みんなも書いてみてってポンポンプリン公式が上げて、1位になった、1位だ、やったよ、ポムポム1位だよ、1位ポムポム、1位ポムポムポンポム、やったぜ、1位だぜ、ポンポンポムポム、おいえいポンポンポムすごくない？いい羽っぷりで、結婚してってポンポムと結婚する、胴上げポンポムしよう、ポンポン、やったー、
おお、すごい球体すぎて回ってしまう。1位です。祝1位って初見の方も言われて、わしわしおい、ポンポン1位です、ポンポン、ありがとうございます。すごい耳も喜んでいる。なんかさ、こういうのでさ、ピーッとかだったらね、ちょっと面白かったね。プニって。ありがとう。キアさん、クマさん、ありがとう。黄色でお揃いです、今日は。おかえり。ポムポム、ポムポム、ポムポム渾身のヘドバン。パンパン。うれちい、ポムポム、うれちいよ。プラチパスさんもありがとう、クマちゃん。やったー。めでたポムポムです。ポムニキのおかげ、プリンニキ。ありがとうございます、プリンニキ。うっす、うっす。ありがとうございます、うっす。そう、アクスタはね、選べましたから、私はポンポンプリンにしました。かわいいなと思って。ポムポム。伊達さんもありがとう、くまちゃん。そう、かわいいと思って自分で選びました。ちょっと前にピューロランド行ってたんで、それもあって選んだ。ポムポムにしました。ポムポムちゃんって足が短いから、お芝居の時もフンフンフンって足で感情表現すごいするんですよ。怒ったらパンパンってするし、決める時もあーボンってやるし、すごいそれが可愛くて。そう、あら、推しちゃん推しが来てる。ありがとう、うちの同期。そう、ポンポン可愛いの。いいよね。確かに、佐野丸とか見たいかも。あら、焼肉さんもありがとう。昨日は肉の日だったね。焼肉食べてもよかったな。やってしまった。ありがとうございます。嬉しい、1位だ。ね、各配信1回につき1位になりたいねって話してたんで、目標達成してくれてありがとうございます。でね、その公式がね、ポムポムの絵描き歌をね、あげてるんですよ。みんなも書いてみてーって。なんで、それをちょっと書いてみたいと思います。せっかくなんでね、ポムポムいるから、3体目のポムポムを増やす。でね、これリズムはちょっと分かんないんですけど、一応読み上げると、ホットケーキ焼けました、2人で化けっこ、仲良くね、ハート、スプーンを2つ準備して、大きなお皿に飾り付け、チョコも2つトッピング、メイプルシロップとろわりかけたら、ポムポムプリンの出来上がりってなってて。そう、なんか簡単そうに書いてるんですけど、1工程6回の工程でできるっぽいんですよ。ただの割に、1工程のこうカロリーが高めで、フォルムのこれを上手に書けるのかって言われたらちょっと微妙いんですけど、今日はポムポムプリンを作りたいと思います。ね、プリンを作るでなく、ポムポムプリンを練成します、この配信で。頑張る。なんで、ちょっと今日はお絵かきです。待っててね、プリンくん。うん。だし、実物が目の前にいるからね、なんか、上手に描けそうな気がするので、私の過程は一個ずつ見せていくので、皆さんもよかったら、手元にね、なんかもう一個ぐらいタブレットとかあったら、ポンポンプリン書いてみるのもいいんじゃない？ポムポムを練習します。ペンは私が大好き、筆タッチサインペン。結構手書きで書いてる系の、お家に持って帰れてるイラストとかはこれで書いてることが本当に多いです。なんか昔書いたやつとかもいっぱい出てくるな。プリン日記練習するぞ。効果交換、何差し出そう。 君の「ててー」ってなっちゃう。歌ったら怒られるんだった。
本当に配信向いてないけど頑張る。オーディションため。じゃあ行きます。見ててね、ポムポム。ホットケーキ焼けました。ホットケーキ、左腕を持ってかれちゃうのちょっと困るわ。ホットケーキが机の上でさ、書いてないのも結構痛いな。まあいいや。ホットケーキ焼けました。ホットケーキ焼けました。はい、 Wi-Fi 切った。ホットケーキ焼けました。で、2人では結構仲良くね。そう、こっからかけって言われてるんだけど結構むずくないっていう。2人では結構ポムポムの耳ですね。2人では結構仲良くね。もう不穏です結構。でスプーンを2つ準備して、めっちゃむずくない？私だったらこっから書き出せないんだけどな。スプーンを2つ準備して、こういうこと？私ね、昔から絵描き歌めっちゃ下手なんですよね。実はスプーンを2つ準備して、スプーン、スプーン、本当にスプーンかこれは。大きなお皿に飾り付けです。大きなお皿に、私絶対こっから描かないんだけど、結構フォルムキモいんだけどなもうやばい、絶対やばい、どうしようこれ。あ、ここはこうだったのね。はい、大きなお皿に飾り絶対やばい、もうやばくない？めっちゃ下手じゃない？待って、やばいよこれ。チョコを2つトッピングだって。チョコを2つ。え、これポムポムプリンの顔、むず。チョコを2つトッピング、結構妖怪なんだけど。チョコを2つトッピング。のどっきーさんありがとう。くまちゃん、違うよ、あれだ、きよしさんだ。きよしさんありがとう。くまちゃんね、結構不穏なんだけど、どうしよう。みんな私に甘くない。チョコ2つ、メープルシロップとろーりかけたらポモポモプリンの出来上がり。メープルシロップをとろーりかけたらポモポモプリンの出来上がり一応できた。いいですか。じゃあポムポムプリンニキの完成披露宴ね、いきます。じゃーん。この辺やばくない？なんか構造を理解しないで書いた結果、結構やばい。何さんだろう、トリオップさん、ティロップさん、プリンありがとう。ポム、一応ポムポムプリン。これはうまいの？これみんな甘くない？お目目もうちょい大きかったら可愛い？なんかちょっとメタボンてるよね。うまいのこれ、可愛いんだ、優しいね、不敵なお笑みビール飲んでさやばい、ちょっと目を大きくしよう。100点なの、みんな優しいね。え、皆さんも書けたら書いてよ。私のさ、あの応援ハッシュタグにさ、ポムポムプリンつけてあげてよ。いけてんのこれ、いけてんのこれ、本当にうまいんだ。推しには甘いね。日かけしますか。こんな感じです。なんかいろいろ大崩壊なんだけど、今画面に3体のポンポンプリンがいます。どう？可愛くない？撮れてます？スクショ。ポム先生と分かりますお腹がさ、もうさ、金広さんありがとう。くまさん
やばいよね。足もなんかちょっとどうして大丈夫みたいな。ね、クマみたい。ちょっと頭身が不穏。可愛いんだ。でも公式が上げてるの本当に可愛いんで見てください。 X みんなも上げてね、よかったら。本物よりちょっと手塚治虫に出る。どういうこと。そんなに、そんなになんか技術的やばくない。でも自分だったら絶対さ、こうやって描かなかったっていう手順で描いた結果こうなりました。私だったら多分頭描いた後にこの輪郭描いてから多分耳描き出すんですよ。じゃないからなんか耳分離してるし、やばくない。バランス分かんなくなっちゃった。これキャラクターものって左右対称じゃなきゃダメなんですけど、まあ可愛いからいいか。ポムポム、そうだね、可愛いのが一番だよね。ありがとう。せっかくなんでポムポム飾っとくか。そっか、見てすぐ分かれば上手なんだ。甘くない判断。ここにこう行きたいね。いや、次の時からもう無言で貼っときますね、これ。ポムポム。いいね。可愛く描けたと思う、わりかし。躍動感のあるポンポンプリン。ちょっとじゃあポンポンプリンを描き慣れるまで描いていこうと思います。もうね、絵描き歌とか知らん。あ、歪んじゃった。やめよう。ポムポム先輩と、そう、誰がなんて言ったってポンポンプリン。優しい、そんなことを言ってくれてありがとうございます。うん、合ってんのかな。キャラクターってさ、難しくない？なんか動物ともこう関節の概念とかが違うし、構造がさ、分かんないまま描いてるじゃん。かけた。ポムポムです。絵描き歌ガンムシポムポムはこれさっきの方がポンポンプリンっぽい。なんか耳がもうちょい丸いのか。ポムポムです。そう、ポムポムプリンのプロになりたい。重量感のあるプリンに来て。いいじゃない、愛を注いだ結果なんよ。ポムポム、かわいい。ポムポム、ちょっとなんかいい感じに、なんかポムポム動かしたいな。いっそ腕の位置とかどうなってんだろう、構造上。あ、でも耳が別にくびれてる必要ないんだ、ここ。なるほどね、なるほどね。あ、これでいいんだ。割となんか公式の X 見るとポムポム目点じゃなくていいんだよね。ポムポム、ポムポムなんか動かしたい。何してるポムポムみたい。みんな何してるポムポムプリンが見たいですか、教えて。視聴者プレゼントね、できないんだよね、残念。ワイのサイリウムフルポムポムプリン、なるほど。
なんて地味な絵面。はい、かけた。ワイのサイリウムフルポムポムプリンです。そう、ポムポムね、ゴールデンレトリバーなんだよ。私サイリウムさ、3本だからさ、大変なことになってんのよ。わ、踊ってるプリンちゃんとかもいいな。弓道ポムポム、また難しいこと言うね。可愛くない？そう、巻き抱えてるように確かに見える。可愛いポムポム、こんばんは。今ね、ポンポンプリンになってポンポンプリンを描いてます。さすがに持つの大変そうだよね。あのちっちゃいお手手でさ、持ってたら絶対可愛い。私のサイリウム振らせたい、ポムポムに。ラジオパーソナリティーなポムポム、アフタヌーンティーポムポム、いいな。わ、ポテト食べてるポムポムもいいな。ちょっとラジオパーソナリティーにさせたいと思います。なんか記者会見みたいになっちゃう。独房って言わないの独房でもいいじゃないの。私のやってるラジオのバベなんていうの、部屋がね、独房って呼ばれてるんです。うん、ラジオパーソナリーポムポム意外とうまくできたかも。可愛いから待ってて、ちょっと。ちょっと待って、ラジオパーソナリーポムめっちゃ可愛いかも。あ、ペン飛ばした。ちょっとギフト読めなかったから読むね。トムフミリョウさん、ありがとう。クマちゃん、ありがとうね。読めた読めた、よかった。じゃあ、ラジオパーソナリーポムです。ブイーン、かわいくない？これ、めっちゃかわいくない？書き慣れを感じる、我ながら。めっちゃかわいい。一番好きかも、今日のポムポムで。めっちゃかわいい。え、かわいくない？待って、めっちゃかわいい、これ。これかわいい。ちょっと気に入っちゃったかもしれない。かわいい、めっちゃいい。え、このマイクは桜橋仕様なの。かわいくない？で、プリンの話してんの。かわいい。この、こういう、え、なんか、こういうラインスタンプ欲しいな。かわいい。ラジオパーソナリーポムポム。かわいい。めっちゃいいな。
ね、スタンプ欲しい、こういう出して欲しいな。かなへいさんのとか出してないかな。ポムポムプリンのスタンプ欲しいな。確かに DJ 感もあるね。かわいいですこのポムポム。他何ポムポムがいい？採用されなかったな今って人もう一回送ってほしい。ポンポムポムポム、何してるポムポムがいい？競馬してるポムポム、競馬場いるポムポム。もうその流れだな、なんかふなっしー、山添さんん、あ、山添さんにポムポム変わる。東横線のポーズまた難しいね。嬉しい。じゃあちょっと競馬してるポムポムを描きたいと思います。ここに増やすね。何させよっかな。競馬場だもんね。競馬ポムポム書いてます今。書けました、伊達さん、くまさん、ありがとうございます。私がお絵かきしてる間にもみんながかわいいとかいろんなギフト投げてくれてる、ありがとう。じゃあ私の句、競馬場ポムポムです。いくよ、いいですか。競馬場ポムポムはこれです。さすがH さん、ありがとう。競馬新聞と現地にいるから双眼鏡でちょっと熱が入っちゃってお耳が立ってる。高田山さん、ありがとう。くまちゃん10体、ありがとう。そう、こっちのポムポムガチポムポム、そう、可愛くない？こっち側です。そう、乗ってる方と悩んだんですけど、ちょっとジョッキーむずくて双眼鏡持ってる。ちゃんと現地参戦だよ、だから嬉しい。横でそのままって、確かに耳に赤ペン挟みたいね、鉛筆挟みたいプロじゃんみんな。土手焼き食べてそうって、これも躍動感、刺し馬だったかって
そう、競馬してるポムポムじゃなくて、競馬場、競馬を楽しんでるポムポムです。可愛くない？ビールとかでもね可愛いけど、競馬を楽しんでるんで可愛い。競馬新聞と双眼鏡、ちょっと赤ペンを書き損ねたのをやっちまいましたね。可愛い。今までのポムポムを紹介すると、初めて書いたポムポムが絵描き歌ポムポム、メタボ、結果としてメタボっていう絵描き歌ポムポムです。で、なんか上から書いてったので、ちょっと正直バランスがよく分かんなくて、だいぶビール飲んでそうなポムポムになりました。からのポムポムを書き慣れようっていうことで、私が思うがままに書いたポムポムで、そっから2度目のファンの人のお声を聞いての、蒲田祭3本なんで3本抱えてるポムポム、かわいいこれもで、ラジオしてるポムポムが見たいってことで、桜橋の独房スタジオでプリンについて語るポムポム。あんまり局でこのマイクのいいんですけど、桜橋はこれなので、オンエアって書いてプリンを語ってます。このポムポムがめっちゃお気に入りで、今書いたのが競馬場で差し馬に単勝で買ってたポムポム、ウィンハイブを逃したそうです。可愛くない？そう、競馬で負けそうなポムポムって感じ。まだ負けてない、まだ負けてないよ。可愛いよね、めっちゃなんか癒されてる今自分で書きながら。可愛いポムポムがいっぱい。ワイも今日はポムポムです。ポムポム可愛くない？幸せがたくさん、いいよね、かわいい。よいしょ、うん、マックのポテト食べてるポムポムかわいいだろうな。わ、きよしさんありがとう。くまちゃん1位で4位な。でもマックのポテトとコラボしてるポムポムでいい？私これのねポムポム絶対可愛いと思うんだよね、っていうのがちょっとあって、個人的に。ちょっと失敗しちゃった。うわ、ちょっと失敗しちゃったけど、まあここは遊びなんで許してもらおう。ちょっと失敗しちゃった。ちっちゃくすぎて筆がうまく筆がちょっと乗らなかったです。悲しいけど、でもこのポムポムの概念とっても可愛いんで、ポム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 
うん、仕掛けた。マックのポテトとコラボのポムポム。山下ひろゆきさん、ありがとう、くまちゃん。センキューやでー。ファイトって。清さんもありがとう。ポンポンプリンかわいいね。高田山さんもありがとう。石さん、伊達さん。合ってるかな？ちゃんと読めてるかな？よし。じゃあ、ポンポンプリンの発表です。ジューン。マックのポテトに入ってるポムポム。かわいい。これは書きたかったの。ちょっとスペースなくてちっちゃく書いたら失敗しちゃった。かわいい。この概念がかわいい。あのマックのさ、赤いさ箱にあるじゃん。あれにポムポムが入ってる。ハッピーセットで欲しいね。確かに。そう、チビサイズポムポム、マジハッピーポテトインポム。言い方やばい、語呂が良すぎる。ポテトインポムです。美味しそうじゃない。美味しそうじゃない、違うか。可愛くない？あ、韓国からもありがとう。美味しそう、可愛い。油まみれのプリンってやばいね。確かにそれだけ聞くと可愛い。ということで、いろんなポムポムくんが誕生。そう、ポテト引き連れてんの可愛い。ポムポムポテトだって。塩味のプリンって、塩プリンとか美味しそうじゃない？ないのかな、世の中ありそう、調べたら。かわいい。ポムポムくんがいっぱい。ポムポムポテト M サイズくださいって。素敵すぎる。ちょっと一個ずつ今写真撮るね。でそれを X にあげますね。なんかアイコンとかしていいよ。していいよってめっちゃ上からだな。はず、スクエアにしよっかな。スクエア加工とかはしちゃダメですよ。お父さんありがとう、くまちゃん。トリミングぐらいはいいけど加工はしちゃダメだからね。書き加えたり。美味しそう、かわいい。でもこの競馬してるポンポンもいいな。のりさんありがとう、くまちゃん。どうやったらいい感じに撮れるんだ。取れた気がする。うん。嬉しい。かわいい。めっちゃかわいいよ。ちょっとなんか明るさだけ調整しときますね。暗くなっちゃってる子とかいるんで。嬉しい。自動にやったらなんか良くなるんかな。あ、自動で、すごい。 iPhone すごい。自動機能でめっちゃ良くなる。すごい。ちょっとみんなに感動をお届けしたい。え、これはすごい。でもなんかすごいシュールだな、見れば見るほど。ちょっとね、なんか私がさ書いてるうちに伸びちゃったりしてるんですけど、すいませんね。ご愛嬌ということで。あ、なんか色つけたりは全然 OK です。ただなんか私が書いてるやつにさらに書き加えて、なんかちょっとポムポムがそれをしたらサンリオさんにちょっと申し訳ねえみたいなことはしちゃダメだからね。ポムポムさんはスターなんで、先輩なんで、そのリスペクトを持った行動しましょうね。絶対ダメだよ、変な加工しちゃ。色つけたりとかは全然 OK だけど、そうけどちょっとさすがにこれはダメでしょみたいなことも、私的にやっぱ推しだから許せないから、そう気をつけてね。それだけ使っていいけど、
もし、うん、これであげれる。今日のじゃ配信終わった後はポムポムってあげます。そう、あ、マックのポムポム剃ってない。でもちょっとマックポムポムあまりにさうまくいってないんだけどさ、恥ずかしいな。これをよりであげるのか。まあいっか、思い出だもんね、みんなとの。ちょっとマックポンポムだけ本当になんか申し訳ない美女してる。よし、じゃあ皆さん、この後は夜10時半から11時半配信です。プリンを一緒に美味しく食べましょう。楽しみ。すごいイベント中だけどこんなほのぼのしちゃって、まあでもね、イベントだからこそ楽しんでもらいたいが一番なので、私楽しく走り抜けましょう。せっかくの配信いっぱいしてるから。ありがとうございました。この後10時半から11時半ね、ラスト最終枠頑張ろうね。今日のラストだよ。じゃあまたこの後 X にポムポムポストします。